皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。大河ドラマ、青天を衝けで、津田寛治さんが演じる武田耕雲斎。幕末期、第9代水戸藩主、徳川斉昭、竹中直人さんの腹心として仕え、藤田東湖、渡辺一慶さんと共に藩政を担った、攘夷派の水戸藩士です。東湖や斉昭が亡くなってからは特に、徳川、一橋慶喜、草なぎ剛さんからも頼りにされていました。しかし、そんな彼は、幕末の混乱や藩の内部抗争など、複雑なしがらみに飲み込まれるように、悲惨な最後を迎えてしまいます。武田耕雲斎は、1803年、水戸藩士、跡部正次の長男として生まれます。ちなみに、徳川慶喜より34歳、渋沢栄一より37歳も年上です。その後、跡部家の宗家にあたる、跡部正房の養子になり、15歳で家督を相続し、それと同時に、姓を武田と改めます。耕雲斎の祖先は、戦国武将、武田信玄の重臣であった跡部氏。そこで、信玄の末裔を名乗った方が、箔がつくと考えたようです。そんな武田耕雲斎は、斉昭の重臣として、藤田東湖、戸田中太夫と並び、水戸の三殿と称されるまでになるのですが、斉昭が藩主となるまでは、紆余曲折ありました。1829年、文政12年、第8代水戸藩主を務めていた斉昭の兄、斉信が、後継を決めないまま亡くなってしまい、藩内抗争が起きます。そこで斉昭を支持し、援護した耕雲斎は、斉昭が第9代藩主になると、藩政において存在感を示すようになります。1840年、天保11年には、斉昭の引き立てによって、38歳で、水戸藩、三省に任じられます。斉昭は水戸学に心酔し、諸藩の中でも、過激な尊王攘夷派の藩主でした。1844年には、行き過ぎた藩政改革を咎められ、斉昭は、謹慎処分を受けることになるのですが、耕雲斎も、この時、斉昭に従ったため、連座で謹慎に問われています。斉昭の謹慎が解除されると、東湖や耕雲斎も、腹心として、再び藩政に携わるようになりますが、1855年に発生した、安政の大地震で、東湖を失います。1858年、幕府では、日米州交通省条約の調印をめぐり、開国派と攘夷派が対立します。この時、斉昭は、条約締結の勅許を得ようとする、老中を妨害したり、次期将軍に一橋慶喜を掲げ、幕政を攘夷派に傾けようと動きます。もちろん耕雲斎も、これを手伝っています。しかし結局、新しく大老に就任した、井伊直弼、岸谷五郎さんにより、条約は締結されてしまいます。これに猛抗議した斉昭は、英蟄居、終身、外出禁止の謹慎を命じられ、そのまま1860年には、急死してしまいます。その半年ほど前には、桜田門外の変が起きていて、攘夷派の水戸藩士、脱藩浪人たちにより、井伊直弼が暗殺されていました。もともと激しやすく、藩内抗争が起こりやすかった水戸藩は、これでタガが外れたような状態になり、かろうじて抑えていた斉昭も、最晩年にはコントロールできないと焦りを感じていたそうです。斉昭を失った水戸藩は、攘夷派と保守派とで対立していきます。耕雲斎は、一線を退き、藩内の混乱の収束に奔走しますが、もはや、彼一人ではどうにもならない状態でした。耕雲斎は、次第に、藩での権力を失っていき、水戸藩は破滅の道へと暴走し始めます。もともと、水戸藩の対立構図は、斉昭が藩主に就いた時から始まっていました。斉昭は、壮絶な後継者争いを経て、藩主となっていたので、藩には、反対勢力も少なからずいたのです。そのため、斉昭は、まず、己の正当性を固めるため、下級藩士から側近を集い、その中にいたのが、東湖や耕雲斎です。この時、
成明に賛同した側と反対した側で対立構図ができたのが全ての始まりでした。成明をいさめる側には結城虎和という才智あふれる人物がいました。人間的にもできた人物で、はじめは成明や東子、幸雲斎らとも友好関係を築き上げていたのですが、徐々に対立を深めていきます。結城派、諸生等は上位派から即論党などと呼ばれるようになり、東子が急死してしまうと成明は結城を死罪にしてしまいます。これはブレーキ役だった東子を失った成明の暴走の側面もありました。そして実力者を斬死に追い詰められた結城派、諸生等は成明とその一派への深い恨みを抱くことになります。成明とその君臣東子や幸雲斎らは天狗党と名乗り、思想面で水戸藩をリードしていきます。青天をつけでも描かれていたように、成明は抜群のパフォーマンスでカリスマ性があり、江戸の庶民まで成明待望論を抱いていました。東子も思想面でリードしており、その死を悼む声は多く上がりました。そうしてその後、天狗党の中から暴走する者も現れ始め、桜田門外の変などの事件を起こすのです。成明はそれから半年も経たないうちに急死してしまいますが、この状況に苛立ちと危機感を覚えていたのです。幸雲斎もまた天狗党の暴走には懸念を抱いていました。そしてその頃から藤田東子の四男小四郎が頭角を現し始め、天狗党を率いるようになります。当時江戸へ出てきていた小四郎は渋沢栄一とも何度となく接触しています。栄一たちが外国人居留地焼き打ちを計画したのも彼らから影響を受けた側面もありました。少し時を戻して1863年文久3年、14代将軍徳川家茂の上洛に先立ち、将軍後見職だった慶喜が上洛します。しかし一橋家には家臣が少なかったため、水戸藩から借りることになります。この時慶喜に従ったのが幸雲斎をはじめとした水戸藩士でした。そして水戸藩主義篤が将軍家茂に従って上洛した際には、小四郎も義篤に従って上洛しています。当時京都では尊攘派の公家や志士たちが主導権を握っていて決起盛んにしていたので、そこで長州藩の桂小五郎や久坂玄瑞らと交流した小四郎は刺激を受けます。その後慶喜が江戸に帰った際に、それに従って小四郎も江戸に戻ると、京都では8月18日の政変が起き、尊攘派は一掃されます。しかしそれでも孝明天皇の上位の意志は変わらず、幕府の横浜左近を打ち出していました。8月18日の政変で長州藩の勢いが衰えると、尊攘派の中心として期待が高まったのが水戸藩で、志士たちが水戸に集まるようになっていました。こうした中、小四郎は長州藩と連携した挙兵計画を構想します。幸雲斎はそれを思いとどまらせようと説得に当たりますが、小四郎は聞く耳を持ちません。横浜左近問題を掲げ、各地を遊説し、同志を募りながら軍資金の調達に奔走していきます。そして1864年元治元年3月27日、幕府内の対立などから横浜左近が一向に実行されない事態に憤った小四郎は、田丸稲の右衛門を首領にし筑波山で挙兵します。幕府に即時の左近を要求するため非常手段を実行に移したのです。これが天狗党の乱という悲劇の始まりでした。はじめは62人で挙兵した天狗党は、あっという間に約700人に達し、軍資金の不足が課題となってきます。そこで上位を口実にして府中、筑波、時岡など近隣の村や町の役人や富農、商人らを恫喝して金品を挑発し、少しでも抵抗するものならば放火したり殺害したりの横行を働きます。中でも
栃木塾、栃木県栃木市での放火、略奪、殺戮などの惨劇は目に余るものがあり、天狗党が暴徒集団として明確に認識されるようになります。天狗党の横行には幕府はもちろん、水戸藩内で尊攘派と対立していた諸政派も黙っていません。天狗党の動きを徳川親藩の地位をわきまえず、将軍家や国家を危うくすると訴え、同志を募ります。ちょうどその頃、慶喜は将軍後見職を退き、新たに設けられた禁裏守衛総督、摂海防御式に就任しています。そして兵力不足だった慶喜は、江戸にいた武田耕雲斎に300人くらいの兵を貸してくれと要請しています。しかし同じ頃に小四郎たちが天狗党の乱を起こしたため、水戸藩や耕雲斎はそれどころではありませんでした。天狗党の悪行はあまりにも非道すぎました。1864年元治元年6月、幕府は筑波勢追討令を出し、日立の国、下野の国の諸藩に出兵を命じ、直属の幕府陸軍なども動員します。ちなみにこの頃、栄一のいとこ小高惇忠は天狗党との関係を疑われ、捕獲された後家宅捜索も受けていますが、6月13日には赦免されています。また同年7月19日には、慶喜の側近、平岡円四郎が、尊攘派の水戸藩士に暗殺されてしまいます。これらの混乱は、水戸藩の内部抗争としての色合いも強くなってゆき、水戸藩政は、諸政党が掌握することになり、尊攘派の耕雲斎は、苦しい立場に立たされます。それでも耕雲斎は、過激化する小四郎を何とかいさめようとしますが、斉昭の後進である耕雲斎なら天狗党のトップにふさわしいと、逆に小四郎からスカウトされてしまいます。耕雲斎の嫡男は小四郎の父東子の妹と結婚しており、彼らは姻戚関係でもあったため、無下に断ることもできません。初めは渋っていた耕雲斎でしたが、結局は小四郎の熱意に負け、引き受ける羽目になってしまいます。身内を見捨てることができなかったのか、もしくは内に入って正そうとしたのか、この時折れてしまったことが耕雲斎の運命を決定づけてしまうのですが、この時点ですでに彼は死を覚悟していたといいます。当時天狗党をはじめとした尊攘派は横浜鎖港を幕府に求めていましたが、慶喜もまた薩摩など尊攘派を抑えるため実現不可能であると知りながら横浜鎖港を主張していました。表向きは横浜鎖港を主張していて、斉昭の子でもある慶喜に天狗党は期待を膨らませていきます。そして1864年11月、耕雲斎のもと兵を挙げた天狗党は水戸藩から中山道を通り、京都を目指して進軍するのです。目的は近利御守衛総督として京都を守護する立場になっていた一橋慶喜の擁立、そして慶喜を介して朝廷へ攘夷の意思を訴えることでした。その行く手には困惑しながら迎え撃つ各藩の軍勢が待ち受けていました。幕府追討軍の田沼沖高は直接攻撃はせず、物資の補給を断つ作戦を取りながら行く先々で迎撃させます。中には尊王攘夷に理解を示し協力する者もいたそうですが、この戦いはあまりに無残な消耗戦でした。そんな中、天狗党に衝撃的な知らせが届くことになります。あろうことか、最後の望みと信じていた慶喜が自ら朝廷に願い出て、加賀藩、会津藩、桑名藩の4000人の兵を従えて天狗党の討伐に向かっているというのです。こうなってはもはや万事休す、万策尽きた天狗党。慶喜と対峙することだけは避けるべく進路を変更し越前へ向かいます。地元の民すら避ける雪の難路を進むと、向かった先で待ち受けていたのは慶喜軍の先鋒加賀藩でした。もはやこれまでと降伏を決意した耕雲斎は慶喜に嘆願書を送りますが、慶喜はそれを降伏書ではないとして退けます。
この時を振り返って、後に渋沢栄一は、慶喜もきっと心苦しかっただろう。と語っていますが、慶喜の口から、その真意は語られていません。かくして、一縷の望みを絶たれ、鶴が福井県の寺に預けられた天狗党。彼らの処遇は、藩や各人の立場により、かなり分かれていました。気の毒だとみなされることもあれば、語ることそのものを避けるような反応もあります。加賀藩は同情的で、食事もちゃんと出してくれたそうです。しかし、幕府側に引き渡された彼らを待ち受けていたのは。ここから先、史実に沿ってお伝えしますが、かなり残虐で気分を害しそうな表現も含まれます。ご注意ください。幕府により、罪人とされた天狗党は、雪の降る極寒の中、着ていた衣服まで剥ぎ取られ、ふんどし一丁にされた上に、足かせをつけられた者までいたそうです。彼らが移された先は、16棟のニシン蔵でした。ニシンは、肥料に用いられることもあり、すりつぶしたものを入れていた蔵は、生臭く、底冷えがし、到底、人が寝起きできるような場所ではありません。その上、日光が差し込む窓は塞がれ、真っ暗い蔵の中には、ニシンと糞尿の悪臭が入り混じり、食欲も失せるような中、生かすためだけに、粗末な握り飯一個と水一杯が放り込まれるという、まさにそこは地獄そのものでした。劣悪な環境の中で、病に倒れて命を落とす者も続出します。天狗党の言い分など聞かれぬまま、極めて形式的な吟味、いわば欠席裁判が行われ、彼らの運命は決まってしまいます。この間、慶喜は一切介入せず無言を貫いていたそうです。かくして、武田耕雲斎、藤田小四郎を含めた352名の斬罪が決まり実行されます。斬罪を免れた者は、遠投、追放、水戸藩引き渡しなどに処されます。天狗党は5回に分けて斬首され、来光寺の境内に穴が掘られ、首が放り込まれていきます。武田耕雲斎、享年63。耕雲斎と天狗党、そして、水戸藩の悲劇は、これで終結というわけにはいきませんでした。塩漬けにされた耕雲斎の首が水戸に送られると、その首を抱えさせられた妻も斬首されます。それだけにとどまらず、妾から子孫、赤子に至るまで処刑され、他の天狗党メンバーの家族も処刑されています。これらの刑を主導したのは、水戸藩、諸政党でした。天狗党の首領を引き受けた時点で、すでに死を覚悟していたと言われる、耕雲斎ですが、まさかこれほどの悲惨なことになるとは想像できていなかったでしょう。この処刑は、1865年、慶応元年のこと。その翌年、慶応2年には、14代将軍、家茂が亡くなり、慶喜が15代将軍に就任します。さらに、その数年後には、幕府そのものが倒れます。そして、1868年になると、また状況が一変します。王政復古によって、朝廷から罪を許された、武田耕雲斎の孫、金次郎が、水戸への帰還を命ぜられたのです。金次郎の母は、藤田東子の妹でもあり、小四郎とはいとこになります。年少だったため遠投とされ、水戸藩ではなく、小浜藩に預けられていたのです。帰藩した金次郎らは、朝廷の意向により、藩の実権を掌握すると、祖父や天狗党の復讐をすべく、諸政党を地祭りに挙げて行きます。金次郎らは、折り目の粗い麻布、細身の羽織を着て、水戸の町を練り歩き、細身党と呼ばれるようになります。細身党が姿を現すと、水戸の人々は、血相を変えて逃げ惑います。諸政党を、白昼堂々、襲撃し、殺害していく細身党は、悪鬼そのものです。ついには内戦が勃発しますが、諸政党の敗北に終わります。その最中、戦闘に巻き込まれた、行動官は消失しています。金次郎の復讐は、あまりに残虐すぎたため、悪評が立ち、水戸にはいられなくなり、姿を消します。後に目撃された彼は、
困窮していたそうです。明治維新において、水戸学の尊王攘夷思想が大きな原動力になったことは間違いありません。それにもかかわらず、明治政府の中枢には水戸藩士の姿はありません。血で血を洗う藩内抗争を繰り返した結果、優秀な人材が枯渇してしまったのです。当時の水戸藩に残ったものは、虚しさだけだったかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。